シュトモシチャンネル。はい、皆様こんにちは。はじめましての方ははじめまして、GYN と書いてジンと申します。12月3日に行われた、小6第6回後半模試の社会の、問題の解説をしていきたいと思います。よろしくお願いします。じゃあまず資格1ですね。地理の分野の問題になるんですけれども、北海道地方、問3について、北海道地方の河川部3の説明として正しいものを選んでください。まあ、こちらは、この伊の食料品工業が盛んで、製造品出荷額の 30% を占めているっていうところから、これは北海道だっていうことで伊を選んでほしい。ちなみに食料品工業が盛んなのが、あと北九州工業地域があるんですけども、それは 30% までいってない。という区別をつけてほしいかなというふうに思います。はい、ちなみに、シリコンアイランドって出てきたら、これは九州地方、北九州工業地域も入ってるんですけれども、厳密には北九州以外のところにも集積回路の工場があるので、これはその九州地方内陸部っていうふうに覚えておいた方がいいかなというふうに思います。で、宇は塩田の跡地ってあった瞬間、これは瀬戸内工業地域って押さえておいてほしいです。で、絵は最大の工業地帯っていうところから中京工業地帯というような感じで、各工業地域もしくは工業地帯のそれぞれの特徴、もしくはこうよく出てくる用語、シリコンアイランドとか塩田の跡地とか、こういったものは本番前にチェックしておいた方がいいんじゃないかなというふうに思います。じゃあ続いて問5、東北地方、例外について、冷たい風の名前をひらがな3文字で、山瀬と言いました。で、ちょっとこの漢字、なんて読むか分かりますでしょうか。これ、おろしって読みます。日本各地には極地風って言って、こういったこう山瀬のような、冷たい風のことをそれぞれの地域でいろんな読み方してるんですね。で、一番よく使われているのがおろしっていう、風の種類みたいなもので、一番有名なのがこの、大阪の方の六甲おろし、今年優勝した阪神タイガースの、応援歌にもなっている六甲おろしで、このおろしっていうのは実は、風のことなんですね。冷たい風っていうように、まあこの山瀬もここにも今問題で聞かれてるのはここですけれども、北海道にも山瀬っていう言われてるものが吹いてますし、日高山脈のところには日高下風とかいうような局地風が実は全国的に吹いているっていうものがあるわけでした。四角1の、問9です。河川部9に関連して、舞鶴と南部の尾鷲を結んだ尾鷲市を結んだ直線が通る断面図、これはちょっとなかなか難しい問題だと思ったと思うんですけど、一応まあ答えを言いますと、あになるわけなんですが、解説を見ると、その舞鶴、尾鷲のところには丹波高地と紀伊山地があるので、2つ、山だったり山地がある高くなってる青を選びますっていう風になってるんですけれども、ちょっとこれなかなか難しかったですよね。ちなみにその伊が、帯広根室、これは多分帯広根室って北海道ですので一番距離的には長い、だからまあこう195キロのもと考えるのかな。で、宇は高崎から銚子、これ関東平野は高崎市って関東平野の中でも一番こう奥の部分になるわけなんですけど、まあそれでも100メートル行ってないわけですよね。なのでまあその低い平野が大きく続いているということから、まあ、宇を選び、で絵に関しては鳥取岡山間っていうのは、まあ、地図で見ても分かる通り、他のものにより、他のこの高崎銚子とか帯広根室より幅が狭いんですよね。だから、一番狭い90キロの部分で考えるっていう問題なのかなと思うんですけども、まあ、ちょっと今回この問題を取り上げた理由は別にあって、まあ、こういったこの断面図に関して、実はちょっとこういうスターのホームページを見つけたんで紹介したいと思います。はい、国土地理院の、電子国土ウェブっていうページがあって、でこれ日本全国の地図を
見れるわけなんですけれども、これのここツールから断面図ってやると、まさに今ここの問題であったような、あの断面図のを見れるわけですね。じゃあ例えば今回だった、今回の舞鶴と、今回のこの舞鶴と、おわせあった、ここだ、ここをポンってやってやるとこうやって出てくる。これまさにあのさっきの選択肢の後全く一緒ですよね。これね、もう本当に何でもありますよね。だからなんかちょっとこのページこの国土地理院のやつ面白いので、なんかこう自分でいろいろこっからここまでの断面みたいな感じで調べてみると面白いんじゃないかなっていうふうに思いました。はい、この国土地理院の電子国土ウェブ、こちらの QR コードからいけるので、もし興味あったらいろいろ見てみてください。はい、続いて四角に、江戸幕府の役職名に関する問題です。将軍がいて、で臨時に置かれる最高職、これは大老で、その次に権力を持っているのが老中。でちなみに大老っていうものに関して、中学受験の範囲では井伊直弼だけ覚えてくれればいいです。でただ他にも井伊直弼含んで過去14名もいた、井伊直弼だけじゃないよっていうことは、まあ、どっかに頭の隅にでも入れておいてください。でここで、まあ、鎌倉幕府と、室町幕府のそれぞれのこう役職の区別していきたいと思います。鎌倉幕府は将軍がいて、で、次にその将軍の補佐という形で執権っていうのがいましたよね。でその下に政所、門中所、侍所っていうものがあって、で地方の方では六原丹大守護地頭っていうのがいました。で一方室町幕府では将軍がいて、その補佐が官令、執権じゃなくて官令でしたね。で侍所、門中所、政所っていうのは一緒なんですけれども、地方には鎌倉府、六原丹大じゃなくて鎌倉府で、守護地頭は一緒っていうような感じで、区別しておいて、まあ、再確認しておいていただければいいかなっていうふうに思いました。はい、続いて、四角に河川部5に関して、風の力を利用してもみ殻やゴミをまける農具の名前として正しいものは遠見です。遠見ってどんなものかっていうと、こんなものですね。このハンドルの部分をぐるぐる回すと、これ中に羽があって風がブワーって起きる。でここの部分の上からもみ殻をザーって入れると、風の力で軽いものが外に飛んでって、で重いものがここからザーって出てくるっていう仕組みのものです。で備中が戦国同士ってよく聞くんですけど、この井の踏み車ってあんま聞かなかったと思うんですけど、踏み車っていうものはこういうもののようです。まあ、ちょっとなんかこうやってて楽しそうなんですけど、この人がこの水車みたいなものを踏むと、ここの用水路、川とか用水路の水がこの右側に流れていく。だからバケツでもしもこう水やったらすごい大変じゃないですか。だからその代わりにこう腰も悪くするでしょうし、なのでその代わりにこういった踏み車っていうものを使って、用水路とか川の水を自分の田んぼの方に引いていくための、農具です。はい、続いて問9、年表のその1792年に、来航した人物として正しいものを選んでくださいと。まあ、A はまず根室ですので、根室といったら楽す、他のものを見ていくと、長洲1804年に出座の府が来た、そして1853年にプチャーチングが来たのが長崎で、下田に1856年に来たのがハリス、でついでに浦賀に来てるのはペリーと、こう若干の西暦の前後もあるので、それぞれのこう都市と場所と来た人間、再確認しておいてください。はい、資格3、政治公民分野に行きたいと思います。日本の内閣は国会に対して連帯責任を負う制度のことを、これは議員内閣制と言いました。
ちなみに議院内閣制をして取り入れている国は日本の他にイギリス、ドイツ、スペインなどがあります。これのメリットとしては、首相の政治責任を問いやすい、ちょうどまさに今、岸田内閣が結構今苦しんでいて、支持率が 20% をもう少しで切りそうなぐらいで、ちょっと前に内閣不信任案決議が出たんですけど、これは否決されたんですが、でちょっと今なかなか厳しい状態に立たされて、というようにこう政治責任をとって、もしその不信任案が可決されれば、選挙で総辞職させることができたりする仕組みです。そういうこうメリットというか、これデメリットでもあるとは思うんですけども、その代わりに政権運営が安定しやすい。なんかこう新しいことをしたときに仲間がいっぱいいるので、その与党、自民党、今は自民党ですけども、そういったその与党の仲間がいるので、その多数決だから、こう自分のやりたいようにある程度やりやすいっていうものが一応メリットにはなっています、議院内閣制の。で、議院内閣制の一方で大統領制っていうのがあって、これを取り入れている国は、アメリカ、韓国、フィリピン。こちらは厳密には直接じゃないんですけども、その国民が国のトップになってほしい人を決めることができる。議員内閣制は違うじゃないですか。議員内閣制は国民が総理大臣、首相を直で選ぶことはできないんですよね。ところが大統領制は直で選べることができるということから、民意を反映しやすいっていう一応メリットがあります。で、また立法、日本でいう国会で行政、日本でいう内閣、こっちだと大統領ですけど、それが完全に独立しているので、大統領に結構こう強い権限が与えられているっていう特徴になっています。だから結構こう反対が多くなりそうなものでもある程度押し通せる、これがもちろんデメリットでもある部分ではあるとは思うんですけども、こういった特徴の違いがありますよと。正直その入試でそういった細かいところまでは聞かれないとは思うんですけれども、議員内閣制と大統領制っていうのがあって、大統領制っていう言葉はぜひとも覚えておいていただければなっていうふうに思います。で、ちなみにこういった、議員内閣制とか大統領制とか、そういうその政治分野にのワードとか仕組みとかに関して、このスマート選挙ブログっていうホームページが興味深いテーマを取り上げていたり、ワードをすごい分かりやすく解説してくれているので、ちょっとこちらおすすめです。今回のこの議員内閣制のメリットデメリットとか、大統領制のメリットデメリットとかっていうのは、こちらからこちらのページを参考にさせていただきました。はい、続いて資格3、裁判所の話ですね。11、問11、法律などが憲法に違反していないかどうかを審査する権限を持っていると。これのことを違憲立法審査権、もしくは違憲審査というようなことを言ったりします。で、この違憲審査についてちょっと調べてみたんですけれども、実際にその裁判所、最高裁判所が違憲立法審査をして、でこれが憲法違反だよって実際に出たのが過去9件あったそうです。で、その中で最も最近のものが2015年12月、女性の6ヶ月の再婚禁止期間違憲判決っていうものが出ました。これはこれまで、女性は離婚したら6ヶ月間再婚しちゃいけないっていう、法律があったんですね。で、なんでかっていうと、ちょうどその離婚時期、離婚した後もしもすぐに、再婚した、別の方と再婚した場合で、すぐに子供が生まれた場合、これどっちの子供なんだっていう問題が出てきてしまうので、最低でも6ヶ月は経っていないと再婚しちゃいけないよっていう法律があったんですけども、これがなんで女性だけなんだっていうのもあるし、不公平だということもあって、最高裁判所がこれに違憲判決を出しました。で、これまで6ヶ月だったのが、約その180日ぐらいだったのが100日に短縮された翌年で、さらに来年の4月にもう完全に廃止と。だから極端な話、離婚してすぐ女性でも再婚ができるようになった。で、なんでかっていうと、今こう DNA の判定の技術が高まっているので、
微妙な時期に子供が生まれても、その DNA 検査すればどっちのお子さんかっていうのがすぐもう分かるようになってるので、でまた女性だけそういうふうにその区別するのもいけないんじゃないかっていうことで、これは実は来年の4月に廃止されるんですね。で結構こう時事問題的にも注目のトピックだと思うので、もしかしたらどっかの学校で出るかもしれないので、まあ、ちょっと頭の隅にも入れておいたらいいんじゃないかなっていうふうに思いました。はい、というわけで今回いろいろ駆け足でしたけれども、3分野について、ざっと見ていきました。もう入試本番まで、間もないですけれども、どうか焦らず新しく問題集をやるというより今までやってきたことを見返すっていう作業の方が大事だと思っています。で過去問もやってると思いますけれども、まあ、もしそれで、ね、あまりにもこう分からない問題が出てきたりとか、きっとすることがあると思います。でもそうなっても焦らず今までの自分を信じて、どうか、塾の先生とかまたお父さんお母さんにこう不安な気持ちを伝えて気持ちを落ち着けて乗り切っていっていただければというふうに思います。これから入試までいろいろ苦しかったり悲しかったりすることがあるかもしれません。自分の今までの経験上これからの時期は、喜びよりも悲しみとか焦りの方が必ず出てくる時期だとは思うので、でもそういった感情に振り回されず今までやってきたこう自分の力それを信じて、ぜひとも乗り越えていっていただければというふうに思います。それでは、こちらの動画を見てくださった皆様、また首都圏模試を受けてくださった皆様がご本人にとって、いい結果になりますように祈っています。受験生の皆さんはもう本当に当日も伸びていきますので、どうか最後まで諦めずに頑張って、やっていってください。じゃあそれでは行ってらっしゃい。